西アフリカ西アフリカに含まれる場合のある地域国際連合によるアフリカの地域の分類北アフリカ西アフリカ中部アフリカ東アフリカ南部アフリカ西アフリカはアフリカの西部地域具体的にはサハラ砂漠の南側でかつて西スーダンと呼ばれた地域と中央スーダンの一部大西洋ギニア湾に面する上ギニアの国々が含まれる地域を指す 当該エリアは黒アフリカ市において最重要地域の一箇所であり、アフリカ美術の起源でアフリカ的時代の先駆けの一つとなったノク文化がナイジェリア、ジョス高原において紀元前15世紀頃もしくはそれ以前から繁栄した。また同地域では西アフリカ諸国経済共同体を結成し、 西アフリカ諸国が密接して、経済発展に寄与する機関を設置している。リベリアの内戦時、エコアスは平和維持軍として、ナイジェリアやガーナをはじめとする西アフリカ諸国を、中心に、リベリアへ派兵し、大きな役割を果たした。なお、多くの西アフリカ諸国がその領域内に、サヘル地域を要する。8世紀以前から、ガーナ王国をはじめとして、 マリー帝国、損害帝国など強力な王朝が、ニジェール川流域に16世紀まで次々と攻防を遂げた。これらの強力な王朝は、世界遺産にもなっているモーリタニアのシンゲッティ、ウアラタ、ティシット、ウアダンなどのオアシス都市と共に、金や岩塩の取引によって繁栄した。ギニア湾岸のベナン共和国は、ダホメ王国が繁栄した場所であり、 ナイジェリア地域に存在していたベニン王国からその名前を取っている。また、1847年に建国されたリベリアが西アフリカでは最も古い独立国となる。19世紀から20世紀にかけ、列強による世界規模の植民地化が加速する中、西アフリカはイギリス、ドイツ、フランスなどの支配下に置かれた。北アフリカから侵攻したフランスは、 黄金海岸などを除いた大半の西アフリカを植民地とした。その植民地政府も、橋家などを所有する海運アライアンスに運賃を搾取された。海底ケーブルにより機敏になったイギリスの不定期船が世界貨物容量の1、3を占めた1900年でさえ、海運アライアンスは西アフリカの権益を守った。これらの地域は第二次世界大戦後、 1960年を中心として次々と独立していった。当該エリアにはナイジェリアからセネガルまで多種多様な文化が存在するが、服装、料理、音楽などの文化には一般的な類似点がある。一方で、地理的地域外の国家グループとは特徴点となるものがあまり共有されていない。は、西アフリカ諸国経済共同体加盟国を表す。 乾燥地であるサヘルを抱えているため、しばしば干ばつや、公害の被害が発生する。2004年には、砂漠飛びバッタの大量発生が生規している。ありがとうございます。